お兄ちゃんが好きなのはね、え、ほら、僕らのバレンタイン、ブルボンアルフォートミニチョコレート。お願いします。2人の雰囲気、まあ、兄弟の雰囲気とかそういうのを見てもらってこうほっとしてもらえるような作品というか CM だと思うので、こういうシチュエーションが身近にあったなとかあったらいいなとか思ってもらえる、割と寄り添ったものにしていければいいなと思っている。表情だけでその兄に対する思いとか、はい、そういうのを皆さんにちゃんと伝わるようにというのを意識して演じました、はい、監督からはもうちょっとこう意地悪っぽくじゃないですけど、向井さん演じるお兄ちゃんに対して一つ食べちゃうぞっていうのを意識して、そういう笑顔でっていう、はい、アドバイスをいただきました。中学校の時とか小学校の時とかは毎年手作りして友チョコあげたりとか家族にあげたりしてました。父にももちろんあげるんですけど、クッキー作った時は一番形が変だったりとか、ちょっと焦げたカップケーキとか、うん、申し訳ないなと思う。母親が誕生日なので2月14日が、もらうことも大事ですけど、親に何をあげようかっていつも考えてた記憶がありますね、小さい頃とか。でも料理とかでプレゼントしたりとかしてましたね。大切な人が一番好きなものは何だろうと考えるのもバレンタインの楽しみの一つですよね。アルフォートミニは皆さんの恋を応援してます。贈る相手に喜んでもらうにはやっぱり素直な気持ちと、そしてその人が好きなチョコレートを贈ることだと思います。ブルボンのアルフォートミニ、よろしくお願いします。